里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。では今日はサムネ通りヤクルト。そう、サムネ通りヤクルトでございます。はい。はい、というところで、はい、昨年のドラフト。もうね、あの雑談しなかったら短くなるっていう、ね、なりますね、気づいちゃって、はい、あとあのやっぱりね、動画撮影もうこれが今日6本目になるんですけど、はい、やっぱり最初の動画は雑談多めになる、多めですね、30分近く撮ってますね、うん、でもだんだんやるにつれて、はい、あのやっぱエネルギーがなくなっていくから、はいはい、あの無駄な話しなくなる、なりますねで最初の方どうでもいい話ばっかりしますからね、めっちゃしてた、はい、こっちも常にエネルギーあるわけじゃないから、はい、あのその日の終盤になってくると、はい、無駄話なくなるっていうね、そうですね、まあ、いいのか悪いのか分かんないけどね、まあ、見てる方が見やすいのかそれとも寂しいのかどっちなんでしょうね、だからね、あの分だけで、うん、動画このチーム短いとか長いっていうのは、うん、あのやめてくださいね、そうですね、まあ、それはチームに興味がある興味がないとかじゃなくて、はい、雑談が多いかどうかっていう、はい、だってオリックスの時なんて最初5分雑談でしたからね頭嬉しかった話、俺が嬉しかった話っていうね、時見さん5分経ってましたからね、経ってた、はい、そういうこともあるのでお願いします、うん、さあ今日ヤクルト、はい、昨年は投手4名、内野手2名の計6人のドラフトで、はい、高津監督満点以上のすごくいいドラフト、即戦力の投手を中心に、うん、高校生野手とバランスよく指名できた、うんうん、大川君は完成度の高い投手エースとして支えてほしいっていうね、お、まあ、大川投手はね4試合登板で 4.05、 この4試合もね、はい、ほぼ1イニングとかしか投げてないんで、これ2軍でですもんね、2軍で、ね、うん、でまだねどっかちょうど故障してというところですけども、はい、まあどうなっていくのかと、はい、まあ、まだまだですね、後日ですけど、はい、佐々木朗希、はい、奥川が1年目から活躍できなかった理由動画作成します、はい、へー、なんだろう、全然わかんないです、いつ出るかわかんないんで、はい、まあ、撮影もしてないんで、はい、はい、あの今年中に出ます予告だけ、はい、一つ予告だけです、はい、カミングスーン、はい、はい、まあでもどうなるかですね、まだわかんないんでね、うんうん、2位で吉田大輝投手、はい、最速151キロの直球っていうところで、うん、日体大から入りましたけども、はい、2軍では3試合で2勝、防御率 1.80、 で1軍では12試合、はい、1勝6敗5.01 っていうね、1勝6敗か、だからね、はい、吉田投手はバランス的にはいいんですけど、うん、あのこれって言うと球がないんですよ、はい、全部が平均点ぐらいの、うん、だから武器見つけたいですね、これっていう何かの決め球と、そう、決め球とか、はい、もう吉田と言ったらこれみたいな、はい、なんかその武器が出るともっと良くなるんですけど、はい、今のままだとただの万能型みたいな感じになるんで、うん、正直ね、ちょっとこう特徴がない、はい、まあ、でもまだこれから特徴ってつけていけるものですね、そうそう、だからそれをつけなきゃいけないね、はい、だからこれを見てくれてたらね、うん、その特徴なんか別に何でもいいんですよ、はい、それを生かすピッチングの自分の中のなんかこの型みたいなのを作っていきたいですね、はい、まあ、これだけチャンスをもらえてるわけですから、そうですね、でも早めにねやっていかないとどんどんね若いやつが入ってくるんで、はい、で次、3位杉山幸喜投手、はい、創価大学からっていうところで2軍で8試合、うん、防御率6点、うん、怪我とかしちゃったのかな、なんでしょうね、2軍でも8試合しか投げてないんで、はい、ひょっとしたらね、うん、だって154キロを誇る大学屈指の好投手で、大学屈指のだよ、はい、2年秋3年春で2期連続 MVP を受賞、以降2年間にわたって負けなし、負けなしよ、負けなし、まあ、まあ、負けてはないそこは継続中でも8試合だからどうなんかな、はい、中継ぎで8試合ってことですか、ね、先発かな、でも先発ですかね、うん、先発だったらでも勝ち負けついてないんだよね、そうなんですよね、何なんだろうね、はい、そういうのまで調べられずで、続いて4位、はい、大西洋樹投手、はい、大正大から、2軍で11試合1勝3敗、はい、4.96、 1軍で3試合1敗 4.50、 ちょ全体的に力不足で、うん、ここからもうちょっと全体的に力上げていかないと、はい、やっぱ2軍でもね 4.96 はちょっと打たれすぎてるんで、うん、はい、そういった面でもさらなる修行が必要ですね、うん、で5位、長岡秀樹内野手、はい、18歳、八千代松陰から、うん、2軍で64試合48安打2本塁打 4割2分7厘、まあ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 かな、うん、いやでも2軍では結構出てますからね、そうだね、うん、多分ほぼレギュラークラスで出てんじゃないかな、はい、この感じで言うとね、まあ、ここからね、はい、さらに成長していってもらいたいですよね、うん、はい、で6位、竹岡龍生選手、2軍で65試合、あ、これあれだ、なんか多分
お母さんがとか親がいつも車で、はい、ね、玉ねぎ農家だよね。玉ねぎ農家。そうなんですか。淡路島でね。はい、へえ。見たテレビで。でなんかあの車で青森まで行ってみたいな。TBS の番組で。そうの子だよね。あ、なるほど。はい、で2軍で65試合。45安打、うん、まあそうだね、まあほぼレギュラーとしていて、はい、1軍でもね、1打数1安打だからね、はい、だからまあ、こっからだね、全体的にはそうだね、でも期待されてまあヤクルトのね、ABC 評価、はい、評価は C です。えやっぱり、はい、そのやっぱ奥川投手もやっぱここまで投げれてないって、はい、ちょっとひょっとしたら1軍で1試合ぐらい投げるんじゃないのかなっていう期待値はあったですね、うん、でそこがまあ怪我とかも含めて、はい、まあ、できなかったっていうところと、その投手陣が薄いところで4名取った投手陣の中で大学が吉田、杉山、うん、大西っていったところのこの3名が、はい、やっぱり1軍でしっかり結果を出せてないっていうところがね、この1年目の評価としては。そうですね、まあ、吉田ね、投げてはいるんですけど、はい、まあ、結果がついてきてないっていうことを考えたら全体的にはね、まあ、C かなっていうね、はい、1年目の評価としたら、はい、でも来年以降は奥川もいるし、うん、はい、でこの吉田のね今年の、うん、あの頑張りっていうところと、まあ、杉山大西のね、うん、大卒で2年目以降の期待、はい、でこのね長岡竹岡のこの1年間ね高卒で2軍でいい、まあ、ほぼレギュラーとして頑張って、はい、さらなる成長って考えると、うん、あのいい形ではできてるんで、はい、来年以降の評価は多分上がっていくと思うんです、はい、しかもこう上に行くチャンスっていうのもね、はい、結構あるじゃないですか、はいはい、だから分かんないですよね。そうそうそう、来年だったらみんながどうやって出てきてる可能性あります。1年間のっていうところを考えると、はい、まあ、うん、C かなっていう、ね、はい、では戦略いきますか今年の、はい、そうですね、ヤクルト得点395、うん、5位、はい、失点484、ダントツで、6位一番多い、うん、でホームラン95は、4位、盗塁が54、3位、うん、で打率が2割5分、4位ですね、はい、で防御率が 4.75、ダントツの最下位、でエラーが53が5位、4位、うん、だからチーム防御率が 4.75 は現状12球団で最下位です。あ現状ね、はい、まあ、まだあと20試合ちょっとぐらいあるんで、うん、まあ、どうなるか分かりませんけども、はい、現在は2年連続チーム防御率が最下位と、はい、っていうところで考えるとですね、もう補強はピッチャー、はい、あとはつってあとはちょっとここも FA 問題があって、はい、山田小川がそうですね FA するのかどうかっていうところでしたらね、まあでもセカンドね、山本が今年も抜けた時宮本がね、はい、頑張ったりもしたし、野手はね、うん、何気にまあちょっと青木もね年いったりとか、雄平、うん、もちょっと年が上がってきてるっていうところも考えると、まあ村上もいて、まあもうちょっと頑張ってほしいっていうところはあるんですよ、うん、でもまあなんとかねいけるかなっていうところもあるんで、うん、いい野手多いですもんね。そうなんですよ、うん、だからそう考えるとやっぱねピッチャー陣はね急務なのさ、はい、はい、もう、うん、あの小川が出ていったらもうやばいよ、はい、でそういうことを考えるとやっぱりもう、こう、まあ、毎年言ってんだけど、はい、やっぱピッチャーやっぱこれは 4.75 は悪すぎるから、うん、どうにかしないといけないよね。やっぱそうなってくると即戦力で使えるピッチャーを上で取った方がいい。そうですね、うん、だからもう人工なんでね、早川投手行った方がいいですか、はい、ああそうですね、やっぱりねもう投げ慣れてるし、そう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 、うん、あとはですね、今年六大学も結構いいピッチャーが、ね、慶応の木澤投手っていうのが、左は早川、右は木澤ってなんか持ってましたけど、がいたりとか、あとなんか日体大の森投手とかも注目されてますよね、うん、あと法政大の鈴木翔太投手、慶応、木澤でしょ、はい、であとは早稲田早川、あと明治 EDA とかね、はい、うんうん、っていうところの、まあ、六大学のピッチャーを、はい、あと慶大佐藤、慶応、うん、ね、あと苫小牧駒大の伊藤大海投手とか、はい、っていうピッチャー行った方がいいかな。ピッチャーかな、ピッチャーですかね。あ、もうピッチャーはもう、うん、やっぱいないもんね先発が、はい、小川以外に
まあ、野手はね、最近また塩見とか結構2割8分打ったりとか、はい、中山選手、うんうん、中山きんに君っていうね、はい、中山選手も出てきてるし、でまあ、あの山崎幸太郎選手とかね、うん、あの西浦っていうところと、まあ、ベテランがね、うまく噛み合っていけばっていうところでね、うん、まあ、野手は多分もう、まあ、取ってもいいよ、下位でね、はい、でも上位はやっぱピッチャーでね、ピッチャーでもうどうにかしないとどうにもなんないから、何人ぐらいいきますか。3人マストだね。1、2、3も、うん、4人、4位までで3人マスト、はい、で野手がどっかに挟んでもいいけど、はい、1位、2位はもう絶対ピッチャー、ピッチャー、うん、がいいと思う、はい、だそれが一番、あとはもう本当小川と山田が FA するのかどうか問題ですね。これ山田選手も出たら結構辛いですね。であと井上選手が退団して、はい、外国人が、うん、あとやっぱ外国人もね、はい、やばいのさ、うん、やっぱあの、まあ、スアレスはねいい形で投げてる、はい、クック、うん、もうきついし、クッククックククックククック何ですかそれ、打たれます、何ですかそれは、何ですかそれ、知らないですか、知らないです、桜田淳子さんの、あ、知らない、ようこそここへクッククック、あ、知ってま す, です、知ってます、あれ、クッククックって言ってるんですか、私の青い鳥、はい、はい、あ、そうなんだ、はい、うん、外国人でね、ピッチャーを補うっていう手もあるんですけど、うん、やっぱりちょっとね、投手も欲しいっすね。そうですね。1位に3位、4位のうち3人ピッチャーで、はい、野手1人はいてもいいです。ちょっといい内野も取っときますか。そうだね、いい内野も取っていきたいね、はい、外野はね、そこ塩見とか中山の成長とを期待して、うん、内野はね、やっぱちょっと1人欲しいね、はい、リードが。だもしくは1位ピッチャー、2位内野でもいい。あで3、4位ピッチャー。ピッチャーで。内野もいるね。いりますよね。うんうんうん、よくよく考えると。はい、内野もいる。はい。それだ。じゃあ1位誰いきますか。1位、はい、ヤクルト。第1回先頭希望選手。早川、早稲田大学。おー。いきましょう。はい。